魔法少女ね。結構頑張ったよ。特徴的な振りというか、かなり踊り込んでから収録に臨んだ曲の一つでしたね。練習どんくらいしたの？全体練習は2回とかか、合わせたのは。で、本番みたいな。それ以外はそれぞれで合わせてみたいな。NG テイクはいっぱいありました。さすがにね、まあ、それぞれ覚えてきて、で、何回か合わせて、で、本番に臨んで、みたいな流れでしたね。あのダンスはね、ちょっとダンスレッスンはやってるとは言いつつも、他のダンスやったりとかもしてたので、あのダンスの振りでは完全に自分でやったんで、結構大変でしたね。あの動画を見て、スロー再生にして、まあ、ゆうひさんとかから、こんな感じの振りになってますっていう参考動画とかが来たりして、それを見て合わせて0.5倍速にしてやって、足だけやって、手だけやって、足と手を合わせてやってみてっていうのをやってたら、いつの間にか朝になってましたね。で、本番前に一回個人のダンスレッスンで魔法少女をやれそうな、まあ、時間が空いたというか余裕ができたので、その時に先生に、なんか、角度とか、いろいろと、どうしたらもっとかっこよく見えそうみたいなのを客観的意見をもらって、で、本番に臨んで、みたいな感じでしたね。まあ、歌の方もね、結構、今まであんまり歌ったことがなかったジャンルというのもあって、割と、なんだろうな、まあ、趣向を凝らしたというか、感じでしたね。どうしたらこの曲の世界観に、あった感じになるかなーっていうのを考えて歌いました。めっちゃ綺麗よく遅れないようにやる、めっちゃ 意識してやってましたね。やっぱね、難しい振りは燃えますね。いろいろ気をつけながら踊ってました。何回も見てください、細かいところ結構みんなこだわってやってるんで。俺はあの時のダンスはマリオネットみたいになるような脱力感、操り人形のような脱力感っていうのと、急にバッて力が入って激しく踊り始めるっていうところのコントラストが綺麗に映るようになったらいいなって思いながら踊ってました。